お疲れ様でした。ありがとうございます。今日はね、シンポジでした。めっちゃ似合ってるわ。やった。じゃあまたしよっと。もりもり、ザをもりもりにしてもらったの。シンポジすごい。4ポジ目かりんさんとこでしょ、安藤さんとこでしょ、あ、で、ゆうみさんとこでしょ。でも、そう、4ポジ目です。4ポジ目、無事終わりました。しかも、あ、お疲れ様です。あ、ここなんか公演当たって楽しみ、楽しみにしてます。昼夜公演ですね。どっちかな、頑張ります。昼夜の時はいつも髪型悩んじゃう。好きだ虫、好きだ虫、エナでも初めて好きだ虫しました。今日楽しかったです。なんか初めて内縁と外縁があるんですけどね。あの、昨日は内縁だったんですよ。で、初めて外縁だったので、なんかメンバーみんなが見えてワクワクしました。今日はシンポジだったん。そうなんですよ、初めてのポジションでした。ユニットはあの人魚のバカンスのマイティンとかやったことあったんですけど、そう、あの、全体は初めてでした。そう、頑張ったから、お腹ペコペコ。なんか始まる前気づいた時間でね、食べてないからまだお腹すいた。あ、でも玲子さんの差し入れのアイスを食べました、始まる前に。一人2個も用意してくれて、私はポッピングシャワーと、ポッピングシャワーとコットンキャンディー食べました。綿菓子味のやつ、そう、美味しかった。ぐるぐる回るの楽しい。そう、ああいうなんかみんなで絵になるの好き。初恋とか、そう、まつげ綺麗、やった。ちょっとで、ね、あの、なんか何かしてもらったのかわかんないんですけど、メイクさんにビューラー借りてて、よく上がるやつを貸してほしいですって言って、こうやって挟んでマスカラ塗りました。そう、ヒロインメイクの黒でなんかよく伸びるって書いてるやつをチキチキって。好きだ虫、昨日とポジ、昨日のポジとよくごちゃごちゃならない。え、昨日はごちゃごちゃになると思ったんで、あの、M の時は今日のやつ入れてなかったんですよ、立ち位置を。なので昨日終わって急いで入れました。あ、届いた。そう、でも昨日の M も3ヶ月ぐらいぶりだったので、めっちゃ久しぶりやったから、もうライブ後交互にやってて練習を。で、あの、 N の最後は靴ひもの結び方で、で、 M がグリーンフラッシュなんですけど、グリーンフラッシュはちゃーんちゃらちゃん、手が内からなんですよ。内外内パーって。でも靴ひもは外内外内なんですよ。そうだから、ちょっと考えちゃダメだって思いながらやりました、昨日。そう、もうどっちが内だったっけってなっちゃって。そう、グリフラッシュはうち、靴ひもは外。しょっちゅう M 出てるイメージあるけど、あ、本当ですか、めっちゃ久しぶりでしたよ。でも M さんも大好きなので嬉しかったです、また出れて。しかも玲子さんの生誕祭やったから幸せでした。ごちゃになり、そう、ごちゃごちゃになっちゃう。ずっとか思ってたけど、靴ひもの結び方って親に教わるよね。え、全然記憶になくて、レナ島次郎に教えてもらった気がする。なんか本があって、島次郎の、なんか記憶、私は島次郎な気がする。ちょっとお母さん教えてくれたんかな。ちょっと記憶ないな、島次郎の本があったのは覚えてるんやけど。
考えすぎてたら逆いそうで、え、そうなんですよ。だからもう考えちゃダメだって思います。そう、ライブあったらパフォーマンス力がアップする。え、それでか。あのアンダーライブは結構激しかったからかわかんないんですけど、今日めっちゃ早く感じました。久しぶりの公演楽しかったからかな久しぶりの演の楽しかったんか、めっちゃあっという間に感じました。なんかシンポジの時って変な冷や汗かいたりすごい長く感じるんですけど、いっぱい考えるから、今日はなんかあっという間に感じましたちょっと島にそう久しぶりに聞きちゃう声を見に来た。えー、待ってます。いつでも大歓迎ですよ初恋ネクエットプレイボール舞台監督さん好きそう MC で話させていただきました。今日ね、ほんとエピソード笑ってくれたの嬉しい今は紐ない靴もある。確かにレナもあの結ぶの苦手やったね。小学生の時とかこうパッペチャンパチンなんていうのマジックテープみたいなのつけてました。そう、レナさんのシーズンがめっちゃ良かった。綺麗なお姉さん感あった。よかった、そう言ってもらって。やっぱこう普段する感じの雰囲気とかとも違うから毎回緊張します。椅子、そう椅子も回すのめっちゃ緊張します。でも最近ちょっとなんとなくコツ掴んできて、そう椅子も回ってくれるようになってきました。筋肉痛大丈夫かな。筋肉痛どうやろう。今お腹すいたなちょっと筋肉痛、あでもそうよくメイクさんに肩こりすごいねって言われるんですけど、これは筋肉痛なんかな、うん、サイドポニーにはありがとう。あれですね、あのあライブの1日目ホップステップ、ホップか、ホップの時サイドポニーしてました学校の椅子で練習して、え、学校の椅子滑んないんですよ。なんかあの本館の椅子は特殊にしてくれてて、なんか滑り止めがついてる方とあのついてない方があってうまく回るんですけど、学校のは下についてるから全然回ってくれないのワクワク、ついものない靴しか履いたことありません。確かにね、ほどけたらね、踏んでこけたり危ないし、そっちがいいかもしれないこの前のコンサート車椅子で行った。 ありがとうございます。車椅子席のところも撮りましたよ。客席で目あったかな、ちゃんとね、嬉しいです、来てくれて。配信でめっちゃ抜かれてた M のかな。なんか M の昨日のシーズン1の配信すごくて、久しぶりに出たから感じたのかわかんないんですけど、ボーってなったり、なんかメンバーの顔がアップになってふわってなったり、ちょっと語彙力ないんですけど、すごかったので、ぜひ昨日の M も今日の N も12時以降から見れるので、ぜひ両方チェックお願いします。見つけてねアイラインいつもと違う、ほんと公園で撮れたか、こう上に引っ張ってるからちょっとキツネっぽくなってるか、どっちかかなすぐね引っ張った、くってね、くくってもらった時こうやって押さえてるんですけど、そうどうしてもちっちゃうそうすぐちょっと説明下手やから、うーん、これ使っていい、あ、全然使ってください。キツネタン、そう、キツネになっちゃうシーズドンかっこよかった、ありがとう、嬉しい、そう言ってもらえて。レイコさんもね、アンジちゃんもかっこいいから一生懸命頑張ります阪神 CS 進出おめでとう、おめでとうございます、ありがとうございます。無事ね、そう9連敗からの CS でね、ここから優勝して下克上を見たいですね。
昨日声入ったら楽しかった、ありがとう、こちらこそありがとう、近くから見守ってくれてて、やっぱね知ってる顔がいるとすごい安心しますで、だったら服が可愛かった、いつしたんやろいつのかなヒロアカ最新4、最新まだ読ってないんですよ、ちょっと忙しくてついていけなくて、私はあそこで泊まってます、かっちゃんを救ってくれようとしてるところで泊まってます、あのヒーローの名前出てこない、神になるような忍者みたいなヒーローがかっちゃんを救おうと必死に頑張ってるところで泊まってるの、私の脳内早く見ないとね、アニメも6期始まってね、もうだってあんなね全面戦争あたりとか、あの映画でいけちゃいそうじゃないですかね、アニメでしてくれるのかな、あの感じやったらどうなんだろうね、映画も見たいなってあのかりんさんと話してたんですよ、そう、玲子ちゃんとの写真ほっこりした、そうギューしてもらったのエッジショット、そうエッジショットだ、そうが助けてくれようとしてるとこまで見ました、あこんばんは、そこまで見た、久しぶりのショールームだ、そう、ね、アニメもね、秋はアニメもドラマもいろいろ始まるから見たいのがいっぱいなりそうですね、すごい、ぜひおすすめもあったら教えてねハイキューはレイちゃんも好きです、そうレイさんとも話して、レイさんはあれか大地先輩って言ってたかな、そうハイキューのあのカラスの高校っていうのがあるんですけど、そこのリーダーがいて、あのキャプテンが好きなんだってレイさん、レナとカリンさんはあの影山っていうキャラが好きで、いつもカリンさんと一緒なんです、気が合うの推しの好みが一緒なんかな、お疲れ様でした、お疲れ様でした、東京も知らなくなったの、そう、おすすめはうるせえやつ、あ、ねえやりますよね、 あれですよね、あの鬼みたいな、そうキャラは知ってるんですけど見たことなくて気になる、ギューしてもらえるメンバーがいて、よかった、そう今日も昨日はあのレイコさんにギューってして、今日はユミさんにしましたそうちょっと甘えれるようになりたいお、ちらーありがとうございます、お話しか配給のユニフォームかっこよかった、嬉しい、そうでもあれ来たか結構アニメの話もできて楽しかったです、そんなにそわそわしないで、あなたはいつでもキョロキョロ遊びをするのはやめてよ、私が誰より一番合ってます、歌詞そういうことか、近場ってそういうことか、そういうあの具体、物理的な通るじゃないプリンセスゆーちゃんとゆーちゃん、そうそう、あのいつも DMM の最後の撮る動画があるんですけど、それをね誰するかっていうので、そうだいたい影穴の最初喋った人と誰か一人なんですけど、一緒にユミさんとしました、ラムと、ラムとラムちゃんコスプレ見たくなる、ね可愛いよね、でもあのお話し会で見ましたよ、ラムちゃん、ゆうみさんが来てた、あれラムちゃんかな、多分ラムちゃん見ました、めっちゃ可愛くて、ね、スパイファミリー、あスパイファミリーも始まったよね、ワンちゃんのとこ始まって、未来見えるんだっけワンちゃんね、可愛いつくんだよね、ワンちゃんとアーニャで私はダミアン好きやから、もっとテレテレダミアンいっぱい見れますように、あ、N コインお疲れ、レナさんありがとう、ね、今日ちょっと今日終わってちょっと人だらくって感じですね、お話かんだお話し会の合間とか、あのもうその前とか、もう次の日もずっと M と N したので、そうやっとちょっと人ほっこりって感じです、
えそうなん、ヨルさんが面白い、ヨルさん面白いね、キャラめっちゃずっと思ってるんですけど、アンジちゃんに似てる気がする。なんかヨルさんのコスとかしてほしい。それは今、お15分経過ありがとうございます。モブ最後 100? 初めて聞きました。調べてみよう。でも姉子肌すぎて、なんか今日も公園前喋ってたけど、なんか同い年のような感覚で喋ってます。お疲れだな、ありがとうね。皆さんもね、見てくれてありがとうございます。また見てない方もぜひ見てね。あとあれだ、お話し会だ、お話し会の受付も今日から、今日からかな、そう始まるので、皆さんぜひ待ってます。今こう皆さんと私やけど、お話し会オンラインでは一対一でお話しできるので、いろんなことをお話したいと思います。待ってます。今アニメの話ね、趣味ねしたんですけど、他にも好きなこといっぱいあるし、皆さんの話も知りたいので待ってます。お、ありがとう。6時受付10月7日金曜日の12時までです。ぜひ皆さん待ってます。それをね、11年間ですか、ずっと守ってね、こう7日今日、あれ今日 6? 曜日感覚おかしくなっちゃう。明日の10、もうあとちょっとしかないですよ、皆さん。皆さんあっという間なので、ぜひちょっとでも気になった方は忘れないうちにポチッとお願いします。そう、こういろんなデートでね考えてるので待ってます。アニメ好き、本当じゃいっぱい話そう。教えてください、私にも。ハロウィンも近いし、コスプレも楽しみ。そう、コスプレは今回のハロウィンはナースになるので、刺されたい方もぜひ待っています。そう、リアルお話し会をね、こう満タン計画達成したので、オンラインお話し会もね、達成していきたいなと思います。皆さんのこと待ってます。9日のお昼公演当たった、おめでとう。ラムちゃん、ラムちゃん今回ないの、いやまたしたいな、かわいい。レムちゃん、ラムちゃんのラムちゃん、ちょっともそわそわのラムちゃん。ほんまに、じゃあそろそろ覚えてます、覚えてないかな。ナスじゃないよ、ナスさん看護婦さんになるから。でもあのね、名前はあ、リアルお話から車椅子で参加します。オッケー、待ってます、ありがとう、嬉しい、こうやって会いに来てくれるの。お、30日お話し会だとめっちゃ楽しい、ありがとう、今お楽しみにしてます、いっぱいお話ししようね。レナタンめっちゃ大好きです、レナも大好きだむしです。じゃあそろそろランキング見たいと思います。13位鶴吉さん、ありがとうございます。12位山ちゃん、ありがとうございます。11位達也さん、ありがとうございます。10位 FFF さん、ありがとうございます。9位かげるのさん、ありがとうございます。8位ヨークマさん、ありがとうございます。7位ユウさん、ありがとうございます。6位ノーテさん、ありがとうございます。5位カレちゃん、ありがとうございます。4位ヤナギさん、ありがとうございます。3位お茶っぱタイムさん、ありがとうございます。2位野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。そして今回の1位はタラータンフォークションネンです、ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。お、皆さんもパチパチでありがとうございます。いや、皆さんと公演後にこうやってお話できて楽しかったです。ぜひ皆さん公演もチェックよろしくお願いします。ね、今こうやってコメントで話してるんですけど、オンラインお話し会ではお顔会えるから、ちゃんとお名前とお顔が一致して覚えれるので、ぜひお待ちしています。配信お疲れ様、ありがとう、こちらこそありがとう。あとあれだ、ラジオもあのお便りお待ちしています。よろしくお願いします。皆さんのショールームで知りました、ラジオのお便りも待っています。ありがとう。じゃあそろそろ終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。3、2、1、バイバーイ。
けれなかった、